エイドリアン・ムーア教授エイドリアン・ウィリアム・ムーアは、オックスフォード大学の哲学教授、哲学講師、セントヒューズ・カレッジのチュートリアルフェロー。研究領域は次の通り。カント、ウィトゲンシュタイン、哲学士、形事上学、数学の哲学、論理学の哲学、言語、倫理学、宗教哲学。現代の哲学者で最高峰の一人という声もある。ムーアは、 1980年にオックスフォード大学精神哲学におけるジョン・ロック賞を受賞し、1982年にマイケル・ダメットの指導の下論文、言語、時間、存在論で博士号を取得した。1983年から1985年の間、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジのジュニア・ディーンを務めた。オックスフォード大学哲学会の会長、 哲学サブファカルティ長、オックスフォード大学出版局の代表、アリストテレス協会の会長を歴任した。2015年からは、ルーシー・オブライエンと共に、マインド誌の共同編集者を務めている。マインド協会の研究フェロー、リーバーハルム使用研究フェローを授与されている。諸女作の、無限は1990年に、 ラウトレッジから出版されたが、非常に大きな哲学的重要性を持つテーマに、関する権威のある外観、優れた著作で、見事なまでに明績に書かれており、哲学的問題が精妙に扱われているという、評価を受けている。同書は、フィロソフィア・マセマティカ、インターナショナル・フィロソフィカル・クオータリー、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション・サプリメント、チョイスでも、好意的な書評が寄せられている。 続いて発表した著書、書観点は素晴らしい著作。最良の分析哲学が有する厳密性、明晰性、正確性をもって分析哲学でこれまでほとんど扱われてこなかったテーマを論じていると評価されている。3冊目となる著作、高貴な理性、無限の能力、カントの道徳、宗教哲学に関する諸論校はマインド、 タイムズリテラリーサプリメントカンチアンレビューの書評で賞賛されている。最新著は近代刑事上学の進化である。同書は重要で注目に値する著作であり、極めて印象的な達成だという評価を受けている。ムーアによる現代刑事上学に対する顕著な貢献の一つは無観点からの世界を考えることは可能であるという主張を擁護したことである。この議論は ポインツオブ・ビューにおいて、無ビュー性とナンセンスについての研究と共に提示された。カントとウィトゲンシュタインを参照しつつ、超越論的観念論は特定の表現不可能な洞察を表現しようとする試みから生じたナンセンスであると論じている。この考えを人格の本性、価値、神といったより広い根本的な哲学の問題にも応用している。最新調の ザイボリューション・オブ・モダン・メタフィジックス・メイキング・センス・オブ・シングスは、刑事上学の歴史をデカルトから現代に至るまで徹底的に研究したものである。刑事上学を物事を理解しようとする最も一般的な試みと定義し、刑事上学の進化を競合する様々な主張の可能性と射程を見据えながら辿っていく研究である。初期近代、後期近代、分析哲学。 分析哲学以外の伝統のすべてが扱われている。ムーアはここで、分析哲学とそれ以外の間には、佳強不可能な深い溝があるという、未だに根強く残る信念に挑戦しているのである。また、刑事上学とは何であり、またなぜそれが重要なのかについての独自の主張も提示している。ムーアは、刑事上学や哲学士の仕事だけでなく、論理学の哲学及び、 数学の哲学への貢献でもよく知られている。特に、ムーア自身の細かな関心が反映された、無限の本性に関する業績が注目に値する。著書のザインフィニットにて、ムーアは無限という観念とその歴史を徹底的に議論しており、また有限主義の用語も行っている。無限の思想史における広範なアプローチと主題を論じながら、様々なパラドックス、 人間の有限性や死といった問題も合わせて扱っている。倫理学と宗教哲学の分野においてムーアが取り組む最大の問題の一つはこれである。倫理的思考を純粋理性に基礎づけることは可能なのか著書、ノーブル・イン・リーズン、インフィニット・イン・ファカルティ、チームズ・アンド・バリエーションズ・イン・カント、エス・モラル・アンド・レディジェス・フィロソフィーにて、ムーアは カントの道徳、宗教哲学を援用して、この問いを独自の仕方で理解し、それに応えようとしている。ムーアは道徳性、自由、宗教という三つのカント的主題を設定し、これらについて様々な解釈を提示している。ムーアによれば、道徳性は純粋な理性によって統制されうるというカント的な主張には難点があるが、文化的。 社会的に条件付けられた理性という考えを採用することで、それに近い主張を擁護することはできるという。ムーアはまた、ケンブリッジ大学で同僚だったバーナード・ウィリアムズの仕事に特別の関心を抱いており、数多くの論考を書いている。2003年にウィリアムズが亡くなった後、ムーアは遺作管理者の一人に指名された。死後出版されたウィリアムズの論文集。 人文学的学問としての哲学の編集を行っている。エイドリアン・ムーアはマンチェスター文法学校で教育を受けた。ケンブリッジ大学キングスカレッジで哲学の学士号を取得後、オックスフォード大学に進学し、ベリオルカレッジでマイケル・ダメットの指導の元哲学の修士号、博士号を取得した。博士論文はクワインによる意味と、 存在論的コミットメントについての主張に関するものだった。博士号を取得後、ムーアはオックスフォード大学ユニバーシティカレッジで3年間講師を務めた。その後ケンブリッジ大学キングスカレッジのジュニアリーサーチフェローに就任した。1988年からオックスフォード大学セントヒューズカレッジのチュートリアルフェロー、哲学の講師を務めた。2004年からは 同大学哲学教授を続けている。ありがとうございます。